やっと奥まで来れたな。少し休憩でもしたいところだけど。あそこ、竜ですわ。休憩は倒し終わってからになりそうね。なかなか強そうじゃない。喋りましたわ。もしかしてこの竜も知性があるのか。どうもそのようね。目に理性的な輝きが宿っているもの。どうやらこの聖殿の守護竜みたいね。今回も私たちの手で倒すとしますか。なんだ、飛んでいったぞ。狩りの時間って言ってたわね。私たちなんか眼中にないみたい。大丈夫ですの？このままでは町の方へ向かうんじゃ。大丈夫だ。町には騎士団もいるし、エビル・レイブンもいる。特にエビル・レイブンなら大喜びであの竜を討伐するだろう。そうかもね。でもいくらエビル・レイブンといえど、あの知性のある守護竜を倒せるかしら。確かに。それにあいつらが森に狩りに行っている可能性もある。竜の討伐を専門としていない騎士団だけでは心もとない。このままでは後に大きな被害が出てしまう恐れが。まあ倒されたら倒されたで困るんだけどね。またあいつを食わなきゃならないのか。ええ、そうよ。守護竜の血肉を取り入れないことには神殿最要部の結界を破ることはできないわ。というわけで追いかけて私たちで退治しないと。よし、すぐに引き返して町へ向かおう。先回りして迎撃できたらいいですわね。どうしたのカリカロ、急ぐわよ。ああ、わかった。もう町は目と鼻の先だが、竜の姿が見えないな。ついさっきまで空を飛んでたのに。街を見る限りまだここには来ていないようだ。森に狩りをしに行ったのかしら。それなら獲物を買ってまた聖殿に戻ってる可能性もあるわね。それなら一度引き返すか。少し様子を見るというのは。ここまで来たわけだし、手ぶらで帰るってのもな。あ、ラポネットにカリカロ、まさか君たち。せっかくだしちょっと街で買い物でもしてく。そうね。そのまだ竜が去ったと決まったわけではないし、シャルロットにミネッサまで。考えてみれば彼女たちはずっと迫害され、仲間たちだけで静かに暮らしてきたんだ。賑やかで娯楽に富んだ街など彼女たちにとって未知の世界に違いない。どうかしらゼフィー、少しだけでも立ち寄っていかない？ああ、わかった。いいのか？竜が来るかもしれない以上、放ってはおけないからな。それに町の人たちも、
こんなに大勢の魔女がやってくるとは夢にも思わないだろう。特に心配はいらないさ。そうですわよね。ああ、全員行きたがっているみたいだし、止めるのも野暮というものだろう。そこ行く紳士淑女の皆様、世にも珍しい香辛料が入ったよ。お一ついかが？寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。厳選した上質の絹織物を取り扱ってるよ。すごい活気ですわね。ああ、圧倒されそうだ。やはり竜の姿はないようだな。買い物を済ませるなら今のうちだぞ。え、いいの？ああ、今を逃せばここに来ることもそうそうないかもしれないからな。それもそうね。だったら私は自分へのご褒美として何か買ってくるとするわね。私は妹もだんだん大人びてきましたし、ストールでも選んできますわ。それなら私は、まずは食材だな。行ってくる。みんな張り切ってるな。ねえゼフィ、妹のために本を買ってあげたいんだけど、一緒に選んでくれるかしら？ああ、構わない。本屋はあそこにありそうだな。その隣にあるのは小物や装飾品などを取り扱った宝飾店か。女性が喜びそうな店だが。あ、あそこに書店があるわ。行ってみましょう。ああ。隣には目もくれず、まっすぐ本屋に向かったな。あのネックレスなんかミネッサに似合いそうだが。なあミネッサ、君は装飾品に興味はないのか？え？そうね、ないわ。華やかなものは私には必要ないもの。そうか。それにしてもすごく新鮮だわ。まさか普通の女の子みたいにこうしてみんなでお買い物ができるなんて。初めてだったのか？だが街でしか手に入らないものは今までどうやって手に入れていたんだ？情報屋さんが行商も兼ねているから、彼に頼んで必要な品物を仕入れてもらっているのよ。ああ、そういうことか。うさんくさいだけかと思ったが、そう考えると結構役に立っているんだな。現れやがったか。やっぱり町が狙いだったんですのね。改めてこうやって眺めるとかなりの迫力ね。くそ、バーネリアの安寧を脅かす竜め。わしの娘夫婦は竜に食われて死んだ。娘を返せ。竜も憎いけど、一番の元凶といったらその竜を生み出す魔女だわ。ああそうだそうだ、この星の未来は愚か、罪なき者すら滅ぼしてしまう魔女なんて。ち、言いたい放題言いやがって。気持ちはわかりますが、落ち着いてくださいな。おお、竜が去っていくぞ。もう二度と来ないでよね。どういうことだ、あいつはこの町を襲う気じゃなかったのか？多分腹ごしらえが済んだから神殿に戻っていくんじゃないかしら。ああ、なるほど。もう森で飼った後だったのか。そう考えれば辻褄は合うな。とにかく私たちも南の聖殿に戻りましょう。あ、了解だ。
してもずいぶんゆっくり移動してるわね。こっちは全力で追いかけてるっていうのに余裕しゃくしゃくで本当に羨ましい限りだわ。なーに、すぐに吠え面かかせてやるさ。みんな身を隠すんだ。急にどうしたんですの？あ、誰かと思ったら騎士団の兄ちゃんじゃねえか。おいおい、もっと騎士様の間違いだろ。まさかまだ魔女と一緒に行動してるとは。エビル・レイブン。クソ、遅かったか。今エビル・レイブンに絡まれている暇はないが、このまま先を急げばこいつらもあの竜を追ってついてくるだろう。こいつらに守護竜を倒されることだけは避けなければ。おう、てめえら、まさかてめえらもあの竜を狩りに行こうってのか。答える義務はない。あんだけ大きくて強そうな竜はとてもてめえらの手には負えねえよ。てなわけで突っ込んでろや。悪いけどそういうわけにはいかないの。そっちこそお引き取りいただけるかしら。あの竜は私たちの獲物なの。討伐したいのなら他の竜にしてもらえると助かるわ。なんだと？てめえ、デュランドルさんに向かって舐めた口聞きやがって。デュランドルさん、ぶっ潰してしまいましょう。ああ、好きにしろ。いいんですか、本当に。なんだ、潰すって言ったのはお前だろう。ですけど、魔女は殺すなってルビーアイに言われてるはずじゃ。ああ、それだったら心配いらねえよ。魔女をぶっ殺すのは騎士団の役目で、俺たちは竜の討伐専門。その暗黙の協定を無視して騎士団の領分を荒らしたら法王庁が出張ってきて面倒なことになりかねん。てのがルビーアイが魔女狩りを禁止してた理由だ。俺もそう心得てましたけど。でもよ、俺らはこの間騎士団相手に僧侶の魔導器の試作品を試しちまったわけだ。ああいうことをした以上、俺らはもうとっくに法王庁から目をつけられてるに違いねえさ。なるほど。今さら細かいことなんて気にしなくていいってわけですね。てなわけだ、魔女ども、そこへ直れ。どうやら戦いは避けられなさそうね。でも彼らを倒せばそのまま足止めになるわけだし、別にいいんじゃないかしら。ええ、彼らが守護竜を倒すのさえ止められれば大丈夫ですわ。ああ、そうだな。足止めさえできればあの竜は勝手に神殿に戻るだろう。今相手にするべき敵はエビル・レイブンだ。だよな。よし、殺そう。俺は高みの見物と行かせてもらうぜ。お前ら頑張って手柄立てろよ。はい、もちろんそのつもりです。行け、お前ら。よっしゃ、覚悟しろよ。来るぞ、気をつけろ。さあ、私が相手してあげるわ。竜の鼓動が、力を貸してください。悲劇は見たくない。決めますわ、私の番ね。
はできた？倒れちゃダメよ。行きますよ。決めますわ。次はどなた？私の番ね。いや、しっかりして。どうも。回収しますわ。覚悟はできた？これでどう？覚悟しなさい。倒れた。ここは私が。決めますわ。倒しました。この調子で行きましょう。まだまだこんなものじゃないわ。やるな。これが私たちの実力だ。おい、じゃあいいが、そこら辺にしとけ。引き上げるぞ。どうしてです。竜の姿を見失っちまった。こいつらを倒したって竜をぶちのめせねえんじゃ何の意味もねえ。ったく、いまいましい。せっかく久方ぶりのでっけえ獲物だったのに。見失ったって、単に神殿に戻っただけではありませんの？ええ、おそらくは。でもそれを彼らに教える必要はないわ。それもそうですわね。このまま退いてくれるといいんですけど。すみません、ディランドルさん。俺たちのせいで。チッ、もういい。お前らに任せたのが間違いだった。ところでよ、魔女ども。てめえらが竜狩りを積極的に邪魔してきたのは、これが初めてだよな。さあ、そうだったかしら。あのな、一つ教えといてや。俺はな、嘘をつかれるのが大嫌いなんだよ。んじゃ、改めて質問させてもらうぜ。あの竜はお前らにとって特別なものなのか。正直に白状しろや。頭を使うのは得意じゃないだろう。無理して勘ぐるな。おい、てめえ、喧嘩売ってやがるのか？あ、あのカラスって。何かと思えば、ルビーアイのペットじゃねえか。まさか、ルビーアイがこの辺にいるんじゃねえだろうな。ルビーアイ？エビル・レイブンをまとめ上げている、あの女闘竜士か。そういうことだったのね。ペットがカラスなんて、まるで魔女みたいじゃない。さっきの質問にはきっとそのカラスが答えてくれるわよ。おい魔女、てめえの常識で物事を測るんじゃねえ。喋る動物なんざてめえら魔女のペットくらいのもんだろうが。あら、よく知ってるわね。シャルロッタ、自重しろ。無用に挑発するな。ひどいわね。ゼフィーだって煽ってたくせに。クソ魔女どもが。おう、飛んでいっちゃったか。あのカラス、何をしに来たんだ？デュランドの様子がおかしいな。これは好都合だな。そっちは戦いを続けるつもりはないんだろう。なら俺たちは行かせてもらうが、構わないな。チッ、ああ、好きにしろや。みんな、行こう。ええ。チッ、キシャー、魔女どもめ、見てろ、この借りは必ず返すぞ。せい
勢頑張ったよね。それじゃバイバイ。ところでデュランドルさん、さっきのカラス本当に喋れたりするんですかね。おい、ジャイーガ、お前何が言いたいんだ。ああ、いえ、別にルビーアイをどうこう言うつもりはなくて。魔女どもが言ってたことを真に受けてんのかよ。でもルビーアイのカラスはやたら賢いですし。バカバカしい。待てよ、そういやお前、よっしゃ、また一頭ぶっ殺してやったぜ。お見事です、ディランドルさん。こんぐらいは朝飯前ってもいいよ。しましたか、デュランドルさん。いや、今ルビーアイがあの洞窟から出てきたよ。見間違いじゃないですか。だってあそこ魔女以外入れないはずでしょ。デュランドルさん、デュランドルさん、すいません、大丈夫ですか。おっと、悪い、考え事をしてたもんだな。もうここにいてもしょうがないですし、ぼちぼち引き上げませんか。ああ、そうだな。よっしゃ、引き上げるぞ。そこで伸びてるだらしねえ奴らは叩き起こせ。了解です。いろいろあったが、ようやく南の聖殿に戻ってこれたな。また奥まで行かないといけないのか。ああ、気がめいる。まあそう言わないでくださいな。一度は通った道なのですから、前ほど難しくはないはずですわ。そうそう、何事も前向きに考えないとダメよ。では進むとしましょう。大丈夫、ラポネットの言う通り2回目だもの。きっとさっきより早くたどり着けるわ。できた？やっ、守るわ。ここは私が。しますわ。頑張るわ。やっ、全力で頑張るわ。決める。覚悟はできた？守るわ。行きますわよ。防御しますわ。頑張るわ。いただくわ。これからも負けないわ。不思議な、なんだかこのまま、なんだかいい気持ちですわ。よっと、
行くぞ。私にま見えないものを見る。よっと、ほい、交代で私が行くわ。燃えなさい。これかかってきなさい。行くわよ。消してあげる。ここは私が。覚悟なさい。頑張れば。いや、頼むわね。任せてくれ。しっかりやれよ。あとは任せて。倒れた。頑張りますわ。大丈夫ですね。助かるわ。行くわよ。耐えられる？鼓動を感じる。行きますわよ。お願いします。任せてくれ。くらえ。鼓動を感じる。私の番ね。やっ、凍りなさい。大したことないわね。竜を感じる。頼む、竜の力。力がみなぎる。終わりの時間だ。決める。はっ、くらえ。なんとかなったな。いただくわ。よっと、
悟はできた？いただくわ。おいしいわ。あら、もうおしまい？よっと。よっと。よっと。よっ、ここらでやっと半分くらいか。ああ、そんなところだと思う。ラポネット、体調は大丈夫かしら？ええ、問題ありませんわ。今度という今度は守護竜との対決が控えているし、極力体力を温存しながら進んでいきましょう。ああ、了解だ。遊んであげるわ。ここは私が。えい、頑張るわ。いや、私の中、消してあげる。ここは私が。ここです。覚悟しなさい。くらえ。中の竜が解放。倒れちゃダメよ。次は誰？覚悟しなさい。ここは私が。えい、倒しましたわ。行くわよ。これでどう？いただくわ。ちょっと厳しいわね。しっかりして。感謝しますわ。さあ、先に進みましょう。
やはりここに戻ってきていたか。今度こそ逃がさないぞ。何度もお邪魔してごめんなさいね。でも私たちはこの先に進むためにあなたを倒さなくちゃいけないのよ。なんて迫力だ。ええ、でもここでひれむわけにはいきませんわ。魔女と竜の秘密を解き明かすためにも倒して先へ進まないと。よし、行くぞ。力を合わせていくわよ。ここは私が。中の竜よ。決め、私の番ね。
丈夫ですの？助かるわ。私の番ね。やっ、やっ、やっ、くらいなさい。竜の鼓動が、力を貸してください。もう悲劇は見たくない。行くわよ。これでどう？そんな、耐えられる？ちょっと、you
番ね。くらいなさい。私の中の竜が解放するわ。いい気持ち。さあ、誰から死にたいの？一撃ですわ。ここは私が。大丈夫ですね。助かるわ。私の番ね。君、ここは私が。しますわ。私の番ね。壊れなさい。ちょっと。ちょっと厳しいわね。頑張りますわ。大丈夫ですよ。助かるわ。行くわよ。壊れなさい。ここは私が。大丈夫ですよ。助かるわ。鼓動を感じる。くらいなさい。守るわ。
行くわよ。力が湧いてくる。私はもっと強くなれる。強くなった気がするな。力がまだまだこんなものじゃないわ。この後どうするかは分かっているわよね。